愛媛大学が宇和島市と連携して開発した運行管理システムを搭載したコミュニティバスが本年2月より試験運転を行っています。愛媛大学大学院理工学研究科 ICT スペシャリスト育成コースの学生が実習課題の一環として宇和島市からの依頼で製作されたこのシステムは、宇和島市津島町内で運行しているコミュニティバス内に運行管理用のタブレット端末を設置することで、乗客の乗降記録を容易かつ確実に記録できるほか、 GPS 機能を用いてバスが現在どこを走行しているかなどを確認できるものです。大学教育の中でですね、まあ、私やっぱり工学系ですから、技術者人材の育成ということをやってるわけですが、その中で大学院で、2009年に ICT スペシャリスト育成コースという、大学院、これ修士課程といういわゆる修士課程というコースになるんですが、そういうコースを設けました。実践力のあるエンジニアを育てるという、それに、まあ、いいやり方ということで、従来の大学院とは違う教育方法を取っているんです。現実の課題を実現可能な方法で解決する力だと。つまり ICT コースというのは、まあ、専門分野としては、いや情報通信技術領域ですね、情報通信という技術領域、まあ、その技術を使って、世の中にあるいろんな問題課題を、解決する、まあ、システムを構築するだとか、ソフトウェアを開発だとか、そういったことができる人間を、まあ、エンジニアを育てようというコースなんですね。宇和島市としてはですね、もともと三学館連携ということで社会連携の基盤というのがありまして、愛媛大学と連携協定を結んでですね、いろんな産業の面で農業であったり水産業であったりというところで連携をさせて今までさせていただいてたんです。課題、地域課題がないかというところでご提案をいただきました。乗り降りの情報をですね、手作業で今までは集計をするために取ってたんですけど、そこがまあタブレットを使って自動的にできるというところで運転負担の軽減にもなりますし、終わった後もう帰ってくれば自動的にもう合計で何人乗られて金額いくらでしたっていうのがもう一目瞭然ですので、その辺で事務の軽減になってるかなと思います。バスがどこを走っているか地図で一目で分かるようになりましたので、まあ、その辺については、まあ、特にうち冬場は積雪がある山間部の地域も運行しておりますので、そのあたりの、バスが遅れた場合に対応がしやすいというところと、あと、まあ、事故等で渋滞した場合にどうしても遅れが生じますので、そういった場合に、まあ、乗客からの対応、お客さんからの対応が目に見えてやりやすいというところなので、はい、その辺では助かっております。今までサークル以外だと学生だとチームで行動するっていうことが少なかったのですので、今回プロジェクトを行うにあたりまして、チームで進捗方向だったり自分はどういうことを今担当しているのかっていうのを共有するってことが難しかったと思います。で座学だとその前にやったら流れがあるんですよね。その流れが頭の中ではちゃんと分かってるんですけど、実際プロジェクトとして行うにあたってはうまくいかないで、教科書だったり、例だったらこういうふうにやってるけど、実際だったらそんなふうにうまくいくことってなかなかないと思いましたので、今回だったらどうやったら次のこの問題解決できるのっていうのが答えがないんですよね。その答えは自分の中でこうだっていうのを定義しないといけないということをよくありました。最初はかなり心配な部分は、まあ、普段ずっと知っているがゆえに心配な部分もちょっと なかったわけではなかったんですけど、ただ2ヶ月間ですごく成長していただいて、特にこの PBL というのは学生がもう主体的にやるというプロジェクトなので、我々教員がそんなに細かく 何やれとかそういうのをしないんですけれども、主体的にどんどん自分たちでいろんな問題解決していって、きちんと納期までには出来上がってたので、まあ、すごく安心しました。宇和島市さん含めて地域課題を積極的に教育の中で取り入れながら、まあ、地域貢献という面、それから学生の教育ですね、実課題による教育で、まあ、鍛えていくということに取り組んでいきたいというふうに思っています。今後はスクールバスにもこのシステムを使用していきたいとのこと。地域の問題を学生の発想力と技術力で支援するこの取り組み、今後も期待されます。